はい、ここからはドバイの魅力をたっぷりお伝えしていくというコーナーです。ドバイ女子会アラブの不思議一問一答、イエーイ。はい、おはようございます。おはようございます。朝6時過ぎました、はい、24時間テレビようやく折り返し地点折り返し地点でこんなテンションの高い格好してるわけですけれども、はい、今回ドバイの魅力をたっぷりお伝えしていくということで、ドバイ大好きな女子とドバイに行きたいという女子3人にお越しいただきました。相田さん、寿司さん、森田さんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうドバイといえばもうね、語り出したら多分なんか5時間でも6時間でも語れるぐらいっていう魅力たっぷりの国なんですけど、今日はそのドバイの魅力をね、視聴者の皆さんにお伝えしていくんですけど、まあ時間も限られてるんで一問一答で分かりやすくお伝えしていこうかなと思うんですね。でこれ45分のコーナーなんですけど、45分のコーナーが終わった時には視聴者のみんなもう今すぐドバイに行きたいって思うぐらいのそんな感じになってると思いますよね。そんな魅力たっぷりしてる場所、じゃあまず早速なんですけど、まあドバイに行って、まあ、いろんなアトラクションがあると思うんですよ。あれもやりたい、これもやりたい、こんなの食べたい、あんなものを見に行きたいとかね、いろいろあると思うんですけど、3人がドバイに行ったら必ずこれだけはやっておけ、ドバイに行ったら必ずやるべきこと、絶対外せないだろうみたいなことをちょっとフリップに書いていただけますかね。私の場合はあの何かやりたいことでいいですか？そうですね、はい、あのドバイのガイドブックをちょっと事前にたっぷり読んでいただいたので、はい、それを見た上でこれが一番やりたいみたいな、はい、まあとにかく楽しませてくれる街なんですよね、ドバイはね。やりたいこと、やるべきこと、まあとにかく盛りだくさんいろいろありますけど、まあ、僕男なんでやっぱ男性が考えるドバイでやるべきことと、やっぱ女性ならではのやるべきこと、また違ったまた考えが出て、ちょっと気になるところなんですかね。ドバイに行って必ずやっておけって言われたら、俺はあれを選ぶな。来ました。じゃあ森田さんから見せてもらいましょう。はい、私がですね、ドバイに行ったら必ずやっておくべきこと、やっておくというよりも行きたいところになりました。はい、じゃーん、こちらです。神田うのが泊まったホテルに泊まりたい。はい、泊まってみたい。バージャラルブ、はい、あとワン&オンリーロイヤルミラージュ、2つ泊まったね。2つも泊まった。7つ星でしたっけ？7つ星これ、ね、バージャラル、行きたいです、行きたいです。あれ、イギリスのアトキンス社ってのが設計した、まあ、イギリス中行きました。え、泊まったんです。行きました。いくらでした？あ、それはもうお部屋によってピンキリなんですけども、多分ホテルでドバイっていうと真っ先に浮かぶのがあのバージャルアラブル、もうドバイのもう、ね、象徴ですね。ドバイオブドバイみたいな感じですね。そうですね、多分ね、パンフレットとかガイドブックとかでも必ず大きく取り上げられているところなので、ね、もう入った瞬間にもう金ピカ、わかりやすいですね。わかりやすい。ザッツドバイのホテルみたいな感じの、すごいわかりやすい。全部テンベスでしょ。そうそうそう。アメニティが、あれ選べるんですよね。あのエルメス以外を指定することももちろんできるので。そうなんだ。そうなんですよ。で、あとあそこなんか最上級のスイート泊まると、うん、ドバイ空港からヘリコプターで、あ、そうそう、お迎えが。どこで泊まれるんですか？ヘリポートがあるんです。あの、リムジンじゃなくてヘリなんですよ。あのヘリポートってあれだよね、マージャーラブの一番上のカフェスターで、あれ泊まりなんかテニスコートとかなんだね。そうですね、あのアンドレアガシともう一人忘れちゃいましたけど、あの実際にプレイしてる写真がすごい有名。そんなホテルにいらっしゃるんですか？ドバイのホテルは宿泊もそうなんですけども、あのちょっと行った時が仕事で行ったものですから、いろんなホテルを回って、そうなんですよ、ますます行きたくなりました。もうすでにこの時点で神田の方が泊まったのってあれ1泊300万円の部屋でしょ？あ、そうそう、結構上の、そうですね、上の上の上のスイートオブスイートオブスイートみたいな、一応全室スイートなんですね。そうそうですね、全室スイートです。まあでも結構ミーハーですね。ミーハーですね。テレビで見てすごく良かったので、でもミーハーなんだけども、うん、あそこがある意味こうドバイのホテルの象徴っていうのが本当分かりやすいので、一度入ると、あ、これがドバイスタンダードなんだなっていうのは分かりますね。スタンダードがちょっとスタンダード楽しみ。
あとあそこはあのペルシャ湾じゃないですか、海、うん、ペルシャ湾がまた綺麗なんですね。綺麗ですね。ペルシャ湾って言ったら湾岸戦争とかのイメージなんですよ。あ、そうですね、そうですね、あまり馴染みのない海ですよ ね、 ね、でもものすごい綺麗ですよ。あ、伊勢さん泊まったんですか？泊まったことはないけど、コーヒー飲みに行ったことありますね。美味しい、美味しい。一杯4000円ぐらい、コーヒー高いですよね。コーヒー高い、4000円ぐらい。お味は違うんですか、やっぱり普通のホテル。コーヒーの味わかんないから。あのなんかこう、あ、アラビアだなと思いながら飲むと美味しく感じます。素敵、コーヒーだけでも飲めていきたいです。あとレストランとかもすごく良くて、あの下の方なんですけど、はい、水槽があるレストランがあって、すごく綺麗で、入り口もすごいあのゴージャスな感じで、レストランだけでもすごく素晴らしいし、宿泊しなくてもロビーに入るだけでも十分。はい、泊まったことないんだけど、部屋見に行ったことがあって、部屋全部メゾネットなんですよね。そうですね。こうやってなんか螺旋階段みたいになって、1階がリビングで2階ベッドルームでキッチンって、すごい。すごいですよ。なんか時計とかがこう影で映し出されているんですよね。すごいですよね、インテリアが、うん、ゴージャスで。話したこと盛りだくさんなので、時間ないんでちょっと次ずしちゃん行きましょう。はい、私ですね、2つ、ちょっと字が小さくてすみません、2つあるんですが、1つはあのドバイモールに行ってバージュハリファに登るべしと。あ、これはやはりあのもう行けば本当にですね、あの見たら笑っちゃいます、すごすぎて。で、あのもちろん世界で一番高いとか828メートルであるとか、そういうことはもちろん聞いてるんですけど、あのやっぱり見るときにその画面に収まってますよね、雑誌にしてもテレビにしても。やっぱり見てみないとこの凄さというのは分からなくて、私も見た瞬間笑っちゃいましたね。すごすぎて笑っちゃいます。確かにあの凄さはね、はい、生で見ないと伝わらない。そうですね。でこれあれじゃないですか、ドバイモールも世界一のものでしょ。そうなんですよ。ブルジュカリファも世界一のものでしょ。これ世界一のものを同時に2つ味わっちゃうっていうの欲張り、あれですよ、プラン。究極のドバイですね。でさらにあの噴水のショーもあって、これも世界一の高さに誇る噴水ですし、中に水族館がありまして、その中のアクリルパネルも日本製で世界で一番大きいパネルであるという。本当にドバイモール、ブルジュハリファ、世界一いろいろありますし、もうショッピングするにもあのブランドもいっぱい入ってますし、もうショッピング好きな方には天国ですね。止まらないですね。うん、特にやっぱね、はい、なんだかんだ言って世界一ってのはすごいですよ。なんだかんだ言ってね、うん、でその世界一のものをいっぱい持っているドバイはね、やっぱすごい。うん、そうそうそう、世界一がその狭いエリアにギュッと凝縮しているので、とりあえずそのドバイに行くと世界一を何個制覇できるんだろうみたいな、そういう楽しみ方もありますよね。ドバイの名言は、世界遺産はないけど世界一いっぱいある。そうですね。素敵。だから100年後には世界遺産になるかもしれないですね、町一そのものが。なるほどですね。そんな街でですね、砂漠に泊まるっていうのもね、これ僕砂漠は何度も行ってるけど泊まったことないんですよ。これはおすすめです。まあ、2つ方法がありまして、1つはあのゴージャスな、まあ、スパリゾートですね、に泊まるっていうのが1つ、いくつかドバイにもありまして、で、あとはもう1つ、私はそれもやったんですけど、もう1個はあのデザートサファリっていう、まあ、車で連なってこう砂漠をこう4輪でこう行って、その後キャンプサイトでバーベキューをそして、あのその後にあのまあ、ベリーダンスとかそういうショーがあって、大体そこで皆さんお帰りになられるんですね、ホテル。でもそこに泊まるというオプションがあって、まあ、いわゆるキャンプで使うようなテントに、そうなんです、そうなんです、泊まらせてもらって、でも一人、あのその時私が行った時は私一人しかいなかったので、泊まる客が一人であの砂漠のキラキラした空を楽しんで、で朝は朝日を、で誰もいないんで、もう本当に静かで、もう空と砂漠と自分っていうような、すごいスピリチュアルな世界も体験できる。部屋とワイシャツ私みたいな感じ。私も一瞬なんかロすごいゴロウィーナーみたいな。ちなみにその砂漠に泊まるっていうのは、もう今ずっと言ったリゾートホテルって砂漠360度地平線の砂漠の中にホテルがあって、森田さん、森田さんに行ってるんですよ。プールがある、プールが。何もないです、砂漠の中にね、プールがあって、そこで泳ぐってこんな贅沢な。やりました、やりました。私もやりました。やりました、はい、おすすめです。贅沢な、砂漠ゆえに贅沢な気分ですよね、プールにいるって。だって女性は砂漠に行くとなんかすごい感動するらしいですね。あ、しますね、やっぱり。男の人よりも、あ、本当ですか。うん、すごいなとは思うけど、大体砂漠に行ってちょっと目頭が熱くなるのは女性ですよね。へえ。
じゃあ続いて相田さん。はい、なので私もですね、寿司さんともう一緒で、もう砂漠とバージュカリファこの2つに尽きるなと思ってまして、なんかちょっと下手なイラストついてますけど、あの砂漠といっても見るだけじゃなくっていろんなことができるんですよね。でこれちなみにあのラクダに乗ってるっていうちょっと可愛いラクダ、そうで書いたんでね。で、さっきね寿司さんがおっしゃったそのデザートサファリって言って、あの4人駆動に乗ってこう砂漠先をこう駆け巡るのがあるんですけど、そうそうそう、あれは多分ファミリー向けなんかにすごくいいんですよね。ドバイってなかなかこう子供が楽しめるところってないんです。ちょっと大人の観光地なんで。だけど砂漠はもちろんあの、ね、カップルでも楽しめるし、まあ、女性一人でも楽しめるし、まあ、ファミリーで行っても小さい子供楽しめますし、でそのキャメルライドとかもですね、すごいいろんなツアーがあって、あのツアーによってはたった15分ぐらいで終わっちゃうのもあるんですけど、長いのはもう30分かけて本当にこう隊列を組んで夕方のこう砂漠を行くんですよ。なんかね、そうするとだんだんこの砂漠の色が日が沈んでいくので綺麗に色が変わっていくんですね。でもう絶好のその、まあ、夕日が沈むスポットに行って、で砂丘に座りながらヒエヒエのシャンパンを飲むわけですよ。いいですね。日が落ちた後でもまだ真っ暗にはならなくて、ちょっとこうブルーがかった空で、でこう満天の星がね見え始めて、で真っ暗になる前にまたこう隊列を組んでホテルに戻るんですけど、こうね思わずね月の砂漠歌いたくなっちゃうね、わかるでしょ。夕焼けが沈む砂漠がね、またもうすごい感動、とんでもなく美しい、うん、そうなんです。本当にあの遮蔽物がないので、うん、本当にあの砂漠の上にこう空のグラデーションがもう日が沈んだのちょっとピンクっぽいのから少しサーモンピンクになって薄い青からどんどん濃い青になっていくような美しさとか、あのすごく堪能できる。でなんかその砂漠に行くとなるとすごくこう重装備をしなくてはいけないかなとかって構えちゃうんですけど、やっぱりドバイってそんなことなくって、砂漠に行くにしてもすごいこのラグジュアリーなホテルにこう、ね、隣接してるので全然気軽な感じで楽しめるんですよ。それがやっぱり魅力ですね。なんかね、あのさっきスピリチュアルだっておっしゃってたけど、やっぱりそういうものを感じますね。なのでまあ砂漠、それからあの先ほど出てた、まあ、もうドバイの象徴といえば、うん、もうバージュカリファですよね。この写真を1枚相田さんに。そう、これは実際にあのオープンしてすぐの展望台に行ったんですけども、これはあのルームランナーとかじゃないですけど、一瞬ここでエクササイズしてるじゃないかって見えるんですけど、一応あの双眼鏡を見てる写真なんですけど、もう高さがすごすぎちゃって本当に笑っちゃうんですよね。あの今まで自分がいろんな展望台で経験してきた高さともはるかに凌駕しているので、もうリアル感がないぐらいすごいですよね。ブルジュカリファの周りも割とみんな高い高層ビルいっぱいあるじゃないですか。そうそうそう、周りの高層ビルがもうすごいちっちゃい。そうなんですよ、そのギャップがやっぱりすごいですよね。であと最近あのトム・クルーズも、ね、そうあれで出たから、そうなんですよ、見ました、あの見ましたけど、よくやったなと思いました。あれスタントマン使ってないんですよね。そうですね。でもう本当にそれぐらい高いので、もうさっきおっしゃってましたけど写真に収めることができないんですね。なのでみんなこう道に寝そべってこう撮るんですよ。もう本当に、ね、カメラに収まりきらないです高すぎちゃって。だからあの雑誌とかでも本当にカメラマン中さん泣かせのすごいですね。それはあの森田さんが予習したガイドブックのこれ表紙、これがブルジュカリファですよ、うん、これだ、うん、これ夕暮れ時のブルジュカリファ、うん、なんですかこれは、これは、これはそれがね、うん、あの噴水になるんですよ、夜になると。世界一の噴水、人造湖ですね、ここはね、うん、で、噴水がここで出るというの、うん、でね、今ブルジュカリファの話が出たじゃないですか。で これ、これ僕はブルジュカリファの杭が打たれたところを見てるんですよ。何もない砂漠に、そう、杭が打たれて、うん、世界一のビルをここに作るんだよって言われたときに、うん、いやいや、できるわけないでしょと、うん、しかもたった6年間ですから、うん、世界一のビルなんてもできるわけないし、こんな砂漠のど真ん中にね、世界一のビル作ってどうするんだろうって言ったんですよ。で、どうなるんだろうって思いきや、毎月毎月ドバイに来てたら、ブルジュカリファがどん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 こうやって成長してるわけですよ、うん、自分の子供を見てるからなって。どんどん成長して6年間経ったら本当に完成しちゃって、砂漠のど真ん中に高層ビル作ってどうするんだろうっていう心配も何のそもで、蓋開けてみたら世界中の観光客が集まるランドマークになってしまったわけですよ、ブルジュカリファは。
で、ドバイショップとかあったけど、今ブルジュカリファの展望台ね、もう何ヶ月か先まで予約もないんですよ。すごいですよね、今ね。何ヶ月も当日券もものすごい並ぶし、場合によっては明日の夜までソールドアウトみたいな、当日券も。前売り券も数ヶ月先までソールドアウト。ブルジュカリファの展望台登って降りてくるだけで、なんか7000円稼ぐらいするんですね。あ、そうです。それだけでも高いんですよ、登るのが。でもね、せっかく行くんだったら登りたいですよね。やっぱり行く価値は。登らないとダメ。登らなきゃですよね。登らなきゃいけない。必ずやっておくべきことですもんね。必ず登る発せない。登ること。わかりました。やっぱり世界一ってのは、どんだけすごいのかってのが分かる。あと砂漠はね、やっぱ砂漠に行って、あの夕焼けとか見て、360度地平線見たら、自分の悩みなんかもうちっぽけになっちゃうね。そうなりますね、本当に。悩むとバカらしくなっちゃう、うん、自然の偉大さとか大きさとか、そういうのを学んだりしますよ。そう、だからドバイの魅力って、あの砂漠だけとか、その高層ビルだけとかじゃなくて、どっちもあるっていう、そこなんですよね。フュージョンしてるんですよ。新旧フュージョンしてるし、なんかもう自然と都会がフュージョンしてるし、ヨーロッパとイスラムもフュージョンしてるし、いろんなものがなんかこうやってミックスカルチャーになってるのが、なんかドバイのまた良さですよね。そうですね。だから多分ドバイについて最初に目に入るのは砂漠ではなくてね、高層ビル群なんですよ。でそれでひゃーと思って、でその後、まあ、ちょっと車で何十分かかけるともうすぐ砂漠が見えてきて、もうこのギャップは何っていう。日本だと絶対にあのロケーションっていうのは出会うことができないんですね。楽しみ。他にはどんな、ね、ところがあのおすすめですか。ちなみに僕は必ずやっておけっていうのはドバイファウンテンですね。あドバイファウンテン、噴水。そうこれ、うん、それはね、なんだろう、噴水とか好きな方じゃないんですけど、あの噴水見たことがびっくりしましたね。噴水っていうよりはショーですよね。ショータイム、いつショータイムですよ。あのちょっとあのラスベガスとかでやっぱり噴水ショーあるんですけど、カジノホールあれと同じ会社に依頼して、あのデザインをちゃんとしてもらって、あのちゃんとやってるものなので、あのエンターテインメントもすごい高い噴水ショーで、そうなんですね。で後ろにあのブルジュハリファをバックグラウンドにドパーンみたいな感じで、非常に音楽がね、大音量でこう15分、20分おきでしたっけ、夕方、そう30分おきぐらい1回にこうもうすごいこの音楽が大音量で流れて、何が始まるんだろうと思うと、この、 あの噴水の周りに観光客が押し寄せるんですよ。で、最大の高さが150ですよね、ぐらいまで行くんですね。150m すごいスケールなんですよ。それでこう音楽に合わせて、いろんな音楽がね、そのジャズとか、なんかアラビア音楽とかインド音楽とかロックとかいろいろかかるんだけど、あのマイケル・ジャクソンのスリラーがあるんですよ、ショーの中で。スリラーの噴水ショーなんてマイケル・ジャクソンが出てきたんだなって思うぐらい、マイケル・ジャクソンがそこにいるような感じの噴水なんですよ。そんな動きをするんですか。そういうマイケル・ジャクソンのムーンウォークとかそういう動きするんですよ、噴水が。光と水のハーモニーですね。そうですね。すごいですよ。だからあの砂漠の国でこれだけ水を贅沢に使っているっていう、そこのギャップもまた面白いなと思いましたね。だからもう本当ね、アラブとか中東とかイスラムに対するイメージガラッと変わりますね。ちょっとそろそろ次の時間もあるんで、次の質問いってみましょうか。で、まあそういったたくさん、ね、もう本当外せないアトラクションいっぱい盛りだくさんあるんですけど、次の質問は、あ、これ実際の写ってる写真、ごめんなさい。あ、そうですね、これあのブルジュハリファの上の展望台からですね、撮った写真で、ちょうどあの柵じゃないですね、あのパネルでこう外側を囲ってるところにちょっと切れ込みがあって、手がちょっと出せるっていうところで、しっかりカメラをあの巻きつけましたの、コードで撮ったものなんですが、まあ、これがあの噴水のショーの実際にこう出るところですね、水が出るところで、こういうで、もう人工的に作って、はい、これはあの昼1回、夜1回行くのがベスト、おすすめ。昼は昼で素敵です、夜は夜景も素敵です。目の前に立ってるビルがあれアドレスダウンタウンですね。アドレスですね、はい、ホテルアドレスホテルですね。こっち側がドバイモード、はい、でこっち側がスーク、アルファで、ザ・パレスがあって、はい、そうです。次の、あ、まだ砂漠、あ、そうです、砂漠、これあのテントですね、私が泊まる、あー、それでテントに泊まりました。はい、次、ドバイで出会った面白かった外国人はどんな人でしょうか。面白かった外国人いっぱいいるけど
これね、まあ、ドバイは202 nations 1 countryって言われてるぐらい、まあ、とにかく多国籍なわけですよ。いろんな国の人がいろんなことやってますからね。観光客もいれば、まあ、銀行員もいて、まあ、システムエンジニアもいて、ウェイトレス、ウェイター、まあ、いろんな商売やってる、貿易やってる人もいるし、まあ、とにかく202の国籍の人がドバイに集まっていろんな商売をやってるっていうんですね。まあ、とにかく面白い外国人がいっぱいいる国。これじゃあ相田さんから言ってみましょうか。はい、はい、映画のワンシーンのような王様ファミリー、おそらく自分自身が外国人、どういうことですか？とですね、よく映画にこうアラブの王様って出てきますよね。こういう格好しているで、大体こういう格好している王様の後ろにあのアバヤっていう黒いあの衣装を着たもうすごい美しい女性が何人かいて、でその下にまたこう召使いのような人たちがずらっといて、でさらにこう屈強なボディーガードがいてみたいな、そういうファミリーをあの、まあ、某ホテルのロビーで一度見かけして、あまりにもその様子がすごかったので、あのやっぱりお聞きしたら、まあ、そのアラブの某国の、まあ、王族のファミリーの方で、あのそういう方ってあまりその一般の方がいらっしゃるロビーに来ることってないんですけど、たまたまその時はちょっとそういう方いらっしゃって、であの分かりやすくあのヴィトンのスーツケースがその後こう何十個もありまして、本当に映画出てきますよね。すごいこう映画みたいな感じで、で私にとってみたらすごくこの初めて生で見るようなシーンだったんですけど、逆にあの国ではそれは日常なんですよね。だから外国人っていうか、それが彼らにとってみればもう当たり前でですね。ただアラブの外国人は、アラブの金持ちは本当すごい半端ないですね。日本の富裕層とは全く違いますね。もう何十人ぐらいのもうファミリーというか、あの集団 でそれを見た時には、あ、本当にこういう人たちって映画の中じゃなくているのねと思いましたね。僕のね、知り合いの、まあ、ドバイの地元の人がね、うん、まあ、まだ20歳ぐらいの若造なんですけど、彼女の誕生日パーティーやるために、ドバイのブランドファイアって貸し切ったらしいですよ。あ、でもね、そんなもんですよね。13歳だもんね。ホテル貸し切っちゃって彼女のパーティーやっちゃう、そんなもんですよね。はい、2人ですね、あの、ムハンマドさん、エジプト、これはあの、ババシャムズに泊まった時にデザサファリを担当してくれた方なんですけど、あの、まあ、エジプトの方ですね。あとアルフレッドさんは、オリエントツアーで、あの、ね、泊まりに行った時に、まあ、担当してくださった方で、まあ、お二人ともまあ外国人労働者というような感じなんですが、まあ、長くいて、やはりあのアラブ圏、アラビア語を喋るということで、まあ、アラブ圏の方がよく働きに来てらっしゃるので、まあ、あのいわゆるエミラティと呼ばれるローカルの方以外にもシリアとかエジプトとかいろんな国から来てたりもしますし、あとインドからも結構いらっしゃってて、まあ、いろんな業務で従事されてるんですけれども、この方もドバイ30年ぐらいあのいらっしゃって、本当にあの働かせてもらっていることに感謝しているというような話をちょっとしてて、そうですね、あとは、まあ、あのヨーロッパの方も多くてですね、あの今年の5月に行った時はたまたまフランスの方とあのホームパーティーでお会いした時に、ちょうどサルコジさんがあの大統領選で負けた時で、あのそのサルコジさんの演説ですね、最後負けたをあの、まあ、フランス語だったんですけど全部英語でこういうこと言ってるよっていうのを説明しながらあの見ることができるような、そういう経験も、まあ、ちょっとこれも個人的な知り合いとかになってしまいますけど、すごくこう国際都市なので、そういう方に会ったりしてそんな話を聞けたりとかもしますし、非常に、まあ、ね、日本にいたら絶対会えないような人とか、そうですよね。確かにいろんな国の方がドバイで働いているので、出身どちらですかって聞くとパキスタンとかインドの方がすごく多かったりして、パレスチナ人とかよくありましたけど、パレスチナ人なんてなかなか日本では売ってないでしょ。そうですね、パレスチナ人は割とエンジニア多いんですよ、ドバイで多いですね、システム担当やってるから。で、彼らね、パレスチナって証券取引所はあるけど空港がないんですよ、パレスチナは。狙われるから、爆撃されるから、イスラエルも。だからみんなその飛行機でヨルダンまで行って、ヨルダンからバスで陸路で、あの自分の実家に帰るんですね。あ、パレスチナ人がいっぱいいますよね。森さんは何か知りました？いや、書いてないんですけど、いや、どんな人に会えるのかなと思って。王様に会えますよ。あ、王様、見て、会いたいです、会いたいです。これは本当にリアルで、
ドバイの首長ってマクトゥム家の、うん、今の現首長ムハンマド殿下なんかは一人でひょろっとショッピングモールとかひょろっと一人でそれ一人かもしくはそのおつボディーガードでもないんですよ、うん、なんかそのおじさんとか普通にひょろっと行って一人でジップを運転してますもんねえ、どんな格好してるんですかそれさ格好ですあのような格好してるんですが本当に普通にフューッと歩いてるの見てみんながあ、殿下だみたいなそうそうそうはい、それは夢の話1階のレバノン料理屋に時々出没するらしいですよ、結構まあ、有名人というかあのみんなデーゴの大好きですごく写真とか撮るんですけど結構モールのね私たちも普通に行くようなお店でみんなでこうご飯を家族とかあと息子のイケメン皇太子がいるんですけどとね食べたりとかしてみんなデーゴみたいなすごく身近な、だから本当に車のナンバー1番ですねドバイ1っていうそうなんですよね、車何を乗ったんですかその時はレンジローバー、ジップとかですね、うん、まあけどいっぱい持ってますすっごいいっぱいありますよ、もう車庫いっぱいにですね、まだまだ話も尽きないんですけど一旦コマーシャルでちょっとまた後半いきましょう、はい、一旦コマーシャルです、はい、女子会アラブの不思議一問一答をお送りしてます。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと話したいこと盛りだくさんでなかなか先に進めないんですけど今日質問5個も用意してるのにまだ2つしか紹介してないという。じゃあクエスチョン3いきます。ドバイで感動して流した涙はどんな涙でしたか。森田さんはどんなもので涙流しそうだなみたいな。わかりました。まあ、僕も結構何度も泣きましたね、ドバイは。感動して、はい、じゃあ寿司さんから。はい、先ほどからいろいろ言いましたけど砂漠ですね。砂漠やはりあの日の出とか、あと夕日ですね、あのゆっくりとあの遮蔽物がないのでもうそのものを見て自然の凄さといいますか、やはりあの感動しますね。ちなみに朝日と夕日どっちの方が。私は基本的に夕日の方が好きです。あの夜の空の色が好きなので、うん、朝日もすごい感動しましたけど、やはりあの夕日が沈むで夜が来るで、あのやはり砂漠で暑い土地なので夜は彼らにとっては恵みなので、そういう意味もあって私は夕日の方がどちらかといえば、うん、やはりあの夕焼けがね、まあ、とにかく感動ですね。相田さんは全く同じで、あれも砂漠、もう砂漠ですね。あのやっぱり感動の涙まで行くと人間って人工物よりも大自然なんですよね、やっぱりね。ね、もうさっきも盛り上がりましたけども、やっぱりこの砂漠だけは日本ではあのなかなか、ね、アラブの砂漠は体験できないので、やっぱりこれは外せない、ね、そうですね、そう思います。森田さんは。はい、私も書いたのはやっぱり砂漠。あ、みんな砂漠じゃないですか。ああ、なんかもうお話聞いてるだけで涙が出そうな気がしてきましたね。砂漠三兄弟と呼ばれてる姉妹です、はい、みんな砂漠なんだ。僕が泣いたのはね、ブルジュカリフが完成した時に泣いちゃいましたね。子供の成長を見るから見てから見るから、ちょうどなんか自分の子供がなんか高校の卒業式迎えたみたいな感じで、大泣きお父さんみたいな。完成した時は本当に作っちゃったと思って、ドバイはすごいなと思ってましたよ、まあ、あれは偉大なあのアコンプリシメントですね。確かにですよね、はい、じゃあ次早速どんどん進んでいきましょうか。これもねちょっと難しい質問というか多分いっぱいあると思うんですけど、おすすめスポット
これからドバイに、まあ、行く人、行ったことある人も含めてドバイのおすすめのスポットはどこですか？これはね、ちょっともう砂漠の話はやめましょう。砂漠もおすすめなんですけど、これ僕だってところが薄いパンだな。おすすめいっぱいあるけど、そうだな、書きました。じゃあ実際、はい、バスタキアです。バスタキアね、あ、はい、それがあったか。あの、はい、本当は歴史地区と書きたかったんですけど、ちょっと歴の漢字忘れました。あただ、まあ、バスタキアというのはあの歴史の保護地区というか、あ、まあ、昔の古いドバイの一部を、まあ、保存しているクリック沿いのですね、あの辺りにはドバイ博物館、これも非常にあのいい博物館で楽しいですよね。あのドバイ博物館のあの映画、20分ぐらいの映画が流れてる。あれもいいですね。あれ僕何回も泣いてますよ、あの映画。ドバイの40年ぐらいの成長の歴史を、ずっと60年代、70年代、80年代、90年代、そうですね、今のドバイがあってて、未来のドバイっつって、ドバイの成長をずっと20分ぐらいの映像に詰め込んでるじゃないですか。そうですね。あれ何度見てもね、つい泣いちゃうんですよ、あの映画は。そうですね。あんだけ短期間で、あんだけ成長してきたドバイという国のね、これまでやってきた功績がね、あのフィルムに詰め込まれてるの。そうですね。あれ泣きますね。そうですね。この辺りはあのバスタキア地区もそうですし、まあ、クリークを歩くのもいいですし、うん、あのアブラという渡し船に乗って、うん、昔ながらね乗って反対側に、ね、そうですね、うん、20円で川をまあクリーク渡って、うん、反対側にもいくつかあの昔の学校とか昔の生活様式を保存している場所とかあるので、うん、そこの辺りで、まあ、今のドバイではないけれども、うん、彼らがどこから来たのかっていうのを見るっていうのも合わせてみるとすごくいいんじゃないかなと思いますので、新しいドバイと古いドバイってまた全然その表情とか色合いが違うっていうのもまた面白いですよね。そうだね。あとここはあのいろんな体験プログラムをやってるあのシェイクマウンドカルチャーセンターっていうのもありますから、習字とかね。そうですね。あのアラビア衝動ですねのところがあったりとか、あと、まあ、ブレックファーストとかランチョンとかもやってたりとかして、あのベドウィンの生活とか紹介してくれるようなプログラムもありますので、ここはあのとてもあの楽しめると思います。そこもなんか夜になると結構ライトアップが綺麗なんですね。そうですね。あの特にドバイクリークのダウ線のディナークルーズなんかに乗っていくと、クリーク沿いに行くと本当にあのライトアップ両眼されていて、なんかもう光の街なんだなっていうふうに、そういう風で思いますね。あの明るい光じゃなくて優しい光。いそうですね。アイデさんは、寿司さんが古いドバイだとしたら、私今度逆に新しいドバイで、ちょっと名前が正しくないかもしれない。パムジュベイラ、はい、あのこれまたよくわかんない図があるんですけど、うん、あのヤシの木の形をしたその人工島と、それから世界地図の形をした人工島っていうのを、もうこれですね。あ、ちょっと似てますね。うん、大丈夫です。で、あのそもそもこのプロジェクトの話が出た時に、あのバージュカリファと一緒で、そんなもの本当に作るのって思うわけですよ。でも実際に作っていて、でこれってあの私水上ジェットであの上から見たんですけど、あの本当に作ってるんですよね。あのアラビア海 の、 あのすごく綺麗なグリーン の、 あの海の上に白い砂浜で、いきなりこういう模様 の、 あのナスカの地上絵みたいな感じで、いきなり海の上にこういうのが浮かんでるわけですよ。でよく見るともうホテルができていたり、あの、まあ大きなコンドミニアムとかがもう出来上がっていて、であそこの島は実はもう、まあ、ハリウッドの大スターの誰々があそこ行って買ってますよだとか、そういう話が枝の部分ですね。そう、枝の部分、あのこういうところにが住宅街になって販売をするんですけど、ここは全部一戸建てなんですよね。マンションそうそうそう、一戸建てなんですよね。全室プライベートビーチ、プライベートプール付き、あのベッカムとか。そうなんですよね。そう、某ハリウッドスターがあそこ買ってますよですとか、そういういろんな情報があるんですけど、本当にこういうものを作ってしまうっていうスケールが日本人 の、 そのものと全然違う。そうですね。いますね。やっぱりこれもね、実際に自分の目で見ると、あ、本当に作ってるんだっていう、あの驚き。でこれって Google マップとかでね見れるけど、 Google マップで見ると、あ、まあこういう感じなんだって思うじゃないですか。でもこれ実際上陸すると結構でかいんですよね。大きいです。うん、すごく
これ外側の防波堤が11個ありますね。すごい。で、一番先っていうのはアトランティスっていう、あのうバハマのラストにあるホテルのアトランティスの姉妹ホテルがあるんですけど、そこがまたものすごいでかいホテルでね、すごいです。水族館もあるし、すごいです。水族館ありますね。僕ちなみに来月行くんですけど、来月ね、このアトランティスからずっとこっちに行ったあのザビールサライっていうジュメーナの新しいホテルに羨ましいです。ああ、いいですね。お城みたいな。今年の7月にできたばっかのホテルですね。ファームジュメーラの中のホテルとも初めてなんで、ちょっと楽しみですね。これ相田さんの言うと確かにファームジュメーラもこれちょっとね、いいですね。そう、これはね、だからあの上から見るのと下から見るのどちらも体験していただきたいですね。そうですね。上から見たらまたこの映像がこうやってね、見るわけですよね。そうなんですよ。で、ここの海が本当にグリーンの綺麗なところに白い砂浜が広がっていて、で、白い砂浜でこういう図が実際にあるのを見ると、なんか人間ってすごいなって思いますね。そうなんか、どこにこのファームジュメーラーの人もブルージュカイマーの人もそういうの見ると、人間やれないことはないよ。そうなんですよ。そう思いますよ。こんなことできるんだ。空から見ると、ね、すごい素敵ですよね。バームジュメーラもね、なんかものすごいやっぱいいホテルあるんで、ぜひ伺いたいですね。わかりました。行きます。森田さんは、はい、スポットではないんですけれども、ちょっと気になるのがこのアラビアンナイト。なんかもういかにも、何でしょうか、そのアラブの夜っていうものを経験してみたいです。まあ、日本人にとって、ね、アラブとか中東とかイスラムの世界ってやっぱりその非日常をすごくなかなか接する機会がないんです。そうですね。そうするとあれですかね、ちょっとドバイから車で40分ぐらいですかね、ババシャムズというデザートスパがありまして、そこの近くにですね、まあ、併設されてると言っていいんですかね、エルハディーラっていう屋外レストランがありまして、そこだとビュッフェ式になっていて、そういうアラビアンナイトのいろんなショーがあって、ベリーダンサーが出てきてね、こうね、あとアラブ歌謡のなんか歌姫みたいな方が出てきて歌ってくださったりとか、あとエジプトのちょっと名前忘れちゃいました、伝統的なくるくる回るダンスがあって、男の方がされるんですけど、そういうのとかもあって、非常にアラブの体験、あとラクダも乗れますし、あとヘンナっていうこのペインティングですねとか、そういうのもあるので、すごい体験できたりとか、各ホテルそういうパッケージはすごく用意されてると思います。よかった、行きます。まあ、アラビアンナイトはもう本当に一度味わったら、はい、まあ、もう本当にやめられないですよ。伝わりました。本当にイメージ通りですよね。本当にまんま、そうまんま、本当水玉のシーシャとか、そうそう、こうね、ラクダのタイとか、アラブ料理のタイとか、砂漠の上を裸足で歩いたりとかね、ね、ちょっともう時間の関係もあるんで、最後の質問いってみましょうか。最後の質問、クエスチョン5はこちらです。ドバイもいいんですけど、ドバイプラス1都市、初めて行く人にはどこがおすすめでしょうか。ドバイプラス1都市、これね、ドバイっていうのはやっぱり乗り換え客が多いんですね。ドバイ空港はもう西側もう最大級のハブ空港になってまして、まあとにかく夜中の2時でも3時でも乗り換え客の数っていったらすごい戦列でしたね、ドバイはね。すごいですね。普通私もなんだろう、そこ止まりのそこにあんまり行ったことないんですけど、なのでドバイで降り立った時にちょっとどっちに行ったらいいのか分からなくて、まあ、みんなについていけばいいかなと思って行ったら、トランジットの方に行っちゃいまして、そうそう、は違うとか思ってそのぐらい多いですね。最初間違えた、もうみんながついてる方に行こうと思って空港出口かなと思ったら、なんか乗り換えも、ね、トランジットで普通に降りる方が多いと普通思うじゃないですか。乗り換え客が多いから、乗り換えが本当に多いんですよね。じゃあドバイプラス1都市おすすめ、ずしちゃんのおすすめは、はい、ヨルダンですね。いろいろあるんですけど、ヨルダンは、ペトラとか死海とか、いわゆる、まあ、歴史的なもの、世界遺産になっているものもあるので、ドバイともセットにするとその地域の結構いいところを抑えられるのかなと思います。あともう一個はこれ、まあ、まだ行ったことがない方向けということで書いてますけど、もうこの辺に行ったことがあるわということであれば、例えば南米ですね。エミネさん、特に南米アフリカは就航都市多いので、そうですね。なので例えばワールドカップにドバイ経由で行っていただくとか、サンパウロ行きいいんじゃないでしょうかというのが、まあ、アフリカのサファリに行ってもいいですけど、そういうパターンいいんじゃないかなと思うので、そう、ブラジルとかはちょうど日本から行くと地球裏側じゃないですか、アメリカ経由で行ってもドバイ経由で行っても同じなんですよ。そうなんですよね。
でブラジル人からしてみたらアメリカ経由で行くかドバイ経由の方が乗り継ぎが楽なんですよね。そのビザチェックとかも厳しくないから。だからみんなブラジル人、日本に住んでる名古屋とかにたくさん住んでるじゃないですか、ブラジル人。ブラジル人みんなこのドバイ経由でサンパウロ便使ってますからね。あ、そうなんですね。で僕前セントレアからエミレーツ使ってドバイ行った時に、そのセントレアのエミレーツのチェックインカウンターね、サンパウロ行き専用カウンターとなりましたよ。へぇ、それだけ名古屋からドバイ経由でサンパウロまで行っちゃう人たくさんいるんですよね。ブラジルもいいですね。いいですね。ワールドカップはぜひドバイ経由で。アイダさんは？はい、まあ、私もドバイ経由でいっそヨーロッパの古い都市に行っちゃったらどうだろうということで、一応これアテネとトヨミの泉ちょっと苦しかったね今回。さっきずっさんもおっしゃってたんですけど、ドバイって本当に経由地点としてもものすごくアクセスがいいんですよね。あとね、ドバイの空港で何時間でも時間が取れる。そうなんですよ。あれだけ広くて24時間何でも揃ってる空港なので、空港で何日間か過ごすことが気になったらできるので、空港そのものが一つの巨大なショッピングモールですね。そうなんですよ。なのでヨーロッパですとか、あとアフリカがドバイからだとすごく近く感じるんですよね。で、まあ、せっかくドバイに行ってそのまま日本に帰るのではなくて、まあ、せっかくなのでもうちょっと足を伸ばして、まあ、古いヨーロッパの都市を見て、アラブとそれからヨーロッパの歴史を垣間見ましょうみたいな、ただそういう組み合わせ方も簡単にできるんじゃないかなと思って。時間もいいんですよね。そうなんですよ。アクセスしやすいんですよね。ちょうど夜、日本の夜だから、まあ、休みも取らずそのまま空港に行って乗って、でドバイに、まあ、午前朝早い時間で行って着いて、そこで数時間過ごしてトランジットしてヨーロッパにちょうどいい時間に着くというような。そうなんですよ、ね、だからそのことをよく分かっているヨーロッパの、まあ、エグゼクティブなビジネスマンの方とかなんかは日本に来るときに、まあ、ドバイ経由で日本に来たりですとか結構多いですね。そういう方ね。やっぱり飛行機もね、なんかものすごい最新鋭の機材でサービスもいいし、機内エンターテインメントも、エンターテインメントは素晴らしいですね。アイスシステムね、楽しいですよ。ちなみに僕聞いてもらってもいいですか？はい、どこですか？僕はね、ドバイプラスバクーですね。アゼルバイジャン。なぜかというと、ドバイやっぱり何もないところにこういうものを作って、ガーってここ10年で一気に来たじゃないですか。同じことを今アゼルバイジャンのバクーが起きるんですよ。バクーは10年前のドバイ、カスピ海沿岸を僕のパームジュメラ、世界一の人工島を作って世界一のビルを作って世界一の噴水を作るって建設が始まってるんですよ、ドバイと同じことをやろうとしてるんだ、アゼルバイジャンが。まあ、言ってみればアゼルバイジャン、ドバイの真似をちょっとしてる感じなんだけど、今のドバイとじゃあ10年前のドバイ、タイムスリップして10年前のドバイに行こう、そしたらやっぱりアゼルバイジャンのバクーがね、すごいいいんじゃないかなと思って、で時間もまあ2時間半とか3時間ぐらいなんですよ、ドバイからアゼルバイジャンから。でなんか過去と未来と両方見に行くっていう、新しいイスラムの世界をね見に行くっていうのはアゼルバイジャンとドバイ、非常に面白い組み合わせなんじゃないかなと思ってね。そうですね。まあ、イスラムの文化をまあ理解する上でやっぱ一番手っ取り早いというか、とっつきやすいのはまずドバイですね。うん、そうですね。うん、もう治安もいいですしね。治安もいい。本当にこれ世界一治安がいいんじゃないかっていう。そうですね。ドバイはね、やっぱ世界中からその企業を集めて観光客を集めて、で外国人にその経済を動かしてもらうようなモデルの国だから、治安維持は推し活問題なんですよ。うんうん、ドバイで爆弾テロが起きてはならないんですよ。だってそしたら進出してる企業みんな撤退しちゃうし、観光客も来ないから、もう治安維持はドバイにとってはね、死活問題ですよね。そうですね。まあ、それだけ治安がいいドバイなんで、女性一人でも全然大丈夫ですね。それはね、もうなんかちょっとほらアラブって怖いイメージあるじゃないですか。で女子一人で行ける国かなって不安があるんですけど、全く心配いらないですね。全然一人でいつも行きますけど、問題ないですし、まあ、安全だからこそドバイの市長も一人で歩いて、歩いてというか、まあ、歩けるというか、そういうところもありますし、タクシーだってもうちゃんとメーターついてるし、もう全部 GPS ついてるから、トラッキングしてますね。で初乗りが、サンディルハムか、60円です、60円。ぼったくりとかも少ない、ぼったくりない、結構厳しく監視しているので、交通局が。あと女性専用の、ね、ピンク色のタクシーがあったりしてるんですね。だからとにかく外国人に優しい国づくり、外国人が住みやすい、もう本当に多国籍の街を作っているのがドバイだから、
まあ、世界中いろんな人が集まってくる街になってるんですよ、うんうん、そうですね。やっぱりドバイはあのもちろんロジスティックの流通もそうですけど、あとまあ金融、それから観光というか、あのもう観光というよりはホスピタリティですね。そうですね。観光っていうともう悪から適当に見てくださいっていう感じもあるんですけど、ホスピタリティですね。おもてなしする、もともとそれがアラブの文化でもあるし、ベドウィンとかの、だからもう来てもらって楽しんでもらって素晴らしい経験をしてもらって、でまた来てほしいというおもてなしの心というのは非常に強いので、本当にそのために安全にするし、そのためにいろんな設備も、まあ、ドバイメトロを作ったりとか、あのタクシーとかもきちんと構成したりとかしてるので、非常に行きやすいし、行って楽しい思い出を作れるんですよね。それはね、行くと本当感じますよね。あ、楽しませようとしてるんだな、国を挙げてっていう、ですね、そういうのは感じますね。それもスタイルで本当スタートですよ、でもこれがね、あ、じゃあ来年行こうか再来年行こうかとかじゃダメなの。なぜかというと、ドバイは変化してるから、ものすごいスピード感で変化してるから、今日見た景色と来月見た景色変わってるから、そうですね、ね、でまた新しい開発計画とかね、最近発表されたりとかして、どん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 新しいことを始めてる、スピード感のある街だから、今すぐ行かなきゃダメ、今すぐ行かなきゃダメ、今から今何で行きますかみたいな。私毎日目出てるから今すぐ行けますよ、今日本当にいいんだっていう。なのでちょっとそういう感じなんで、皆さんちょっともう一刻も早くね、このドバイという街に行って、この街を知っていただいて、あの国が持ってるスピード感とか変化とか、目指しているものとか、日本人が見たらエネルギーがあります。すごいエネルギーがあります。ちょっとぜひ一人でも多くの日本の方にね、そうですね、見ていただきたいと思うんで、もうドバイ女子会の目もこれからちょっとドバイどん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 皆さんに伝えてくださいね。そうですね、すっごい盛り行きましょう、一緒に行きます、はい、ね、本当にこの続きはまたちょっと別の日にカフェでやりましょう、はい、はい、というわけで、本日は相田さん、ゼシさん、森田さんに、お越しいただいて、ドバイ女子会アラブの不思議一問一答をお届けしました。ありがとうございました。Bye.